はい、どうもこんにちは、寺井です。今回は半年で僕が脱サラして月に100万円稼ぐためにやったこと5つ紹介していきます。僕が会社を辞めるためにシンプルだったけど実際に行ったことをお伝えします。副業を始めた方の中には何をやったら稼げるようになるのかわからない、本業が忙しくて副業を進める時間がなかなかないと感じている方もいるのではないでしょうか。僕も最初はそのような感じでした。僕が副業を始める中で思ったことは、結論として一瞬で稼げる方法や一発ですぐ結果が出る魔法のような方法は存在しないということです。コスコス着実に副業と向き合うことが一番の近道だということになります。ただしこういうところに特に注力したら割と早く稼げるようになった、そんなコツを見つけたので、それを実体験をもとに今回は話していきたいと思います。最初に簡単に自己紹介をします。僕は大学卒業後28歳まで田舎の薬局で薬剤師として勤務しておりました。その中で1200万円の奨学金の返済にも追われ、返済が完了するのは50歳と途方もない道のりに愕然としました。また自由で場所にとらわれない働き方にも憧れ、人生を立て直すことに決意し、副業から自分のビジネスを立ち上げ脱サラをしていくと決めました。そんな中で僕が始めたのはブランド品の販売です。副業から始め、その後ブランド品販売を本業として本格化していったわけですが、その中で5つの壁にぶつかりました。今回はそれがどのような壁だったのか、そしてどのように乗り越えたのかを話していきます。実際にこのコツを掴んでからは副業収入が圧倒的に伸びて、今では月の利益が300万円ぐらいになりました。ではその4つの壁についてお話しさせていただきます。その1、稼ぎ方を決める。副業で稼ぐためにはまず稼ぎ方を決める必要があります。これは今後の人生を分ける最も重要なことです。僕も当時は休みの日に東京へ出向いて情報収集をしたり、休みの日にはカフェなどで一日中ネットを調べて考えたりして、いろいろ悩んでいました。また自分は何に向いているのか、どんな生活をしたいのかという目標を懸命に定めようとしていました。ここでのポイントは、初心者でも稼ぎやすいビジネスを選ぶことです。再現性と収益性、この2点が高いものを選ぶといいと思います。再現性とは、例えば資格がなくても知識がなくても経験がなくても収益が出せるということになります。要するに、こうすれば利益が出るという成功方法があり、それが誰にでもできるものであれば、その方法を再現しやすい、イコール稼ぎやすいということになります。収益性が高いというのは、言葉通り大きな利益を狙うことができるかという点になります。例えばメルカリのように一品売って数百円、数千円しか稼げない副業では、本業のある私からすると稼働時間に制限がある中では大して利益を出すことができないということが考えられたので、しっかり数十万円、数百万円と大きな収益を得られるビジネスを選んでいこうというふうに考えました。再現性と収益性が高ければ高いほど、ビジネスでは早く効率よく稼いでいくことができます。逆に再現しづらいビジネス、例えば特定の技能を持っていなければできない専門職や資格が必要なビジネスでは、ライバルが強すぎて初心者が勝つ見込みが薄くなっていきます。そして収益性が低ければ、売っても売っても利益が残らないという酷な状況になりがちで、疲弊して挫折してしまいます。そしてさらに、その条件に沿っているだけでは不十分で、成功した先に自分が実現したい生活や人生がある、そんなビジネスを選ぶことが大切です。副業は長期的に続けるものなので、ただ儲かるだけでは続けるのが苦しくなることがあります。そのため再現性、収益性、そして自分の目標はライフスタイルに合ったビジネスを選んでください。僕は場所にとらわれず、それどころか海外、特にヨーロッパへ行って商品を仕入れる、旅をする、それが利益になりビジネスになる、こういった生活に憧れてブランド品の販売に興味を持ちました。皆さんの理想のライフスタイル考えてみてください。次に2点目、面倒な作業に取り掛かる。副業を始めるにあたって、すでにそのビジネスで成功している人から収益化の方法を教わることをお勧めします。具体的に何をやればいいのか、どうすれば収益が上がっていくのか、効率よく稼ぐための方法がわからない状態で独自のやり方で稼ごうとするのは難しいです。成功者からやり方を教わり、その通りに作業することが重要です。特に最初は面倒に感じる作業が多いです。なぜならその作業にもビジネスにもあなたは慣れていないからです。お金やビジネスのこと、これを学校で学んでいる日本人はほとんどいません。しかしノウハウを学んだ上でその作業をすることで、成功確率が高くなり、継続しやすくなります。ただその中でも教わった作業が面倒だなと感じる場合もあるかなと思います。僕ももちろんそう感じたことがあるものもありましたが、それらを克服してクリアしていくコツとしては、教わった作業が面倒な場合、好きな音楽を聴いてやる気を高めて、まずは1分だけ作業してみることです。そうすると気づいたら1時間経っていたりもします。やる気が出てから行動するのではなく、行動したらやる気が出ていくという順番になります。副業が続かない人はほとんどの場合、やる気が出るのを待っていますが、やる気は作業をしている途中で湧いてくるものです。まずは手を動かして始めてみることを意識してみてください。3つ目、成果が出なくても続けていく。これが副業で成功するための一番の要因かもしれません。副業で失敗する人のほとんどは、続ければ成功できたのに続けられなかったということが多いです。自己流を捨てて成功者から正しい稼ぎ方を教わったのにもかかわらず収益が上がらない人は、だいたい継続ができなかったことが原因です。
すぐに成果が出ると期待せず、まずは継続することが重要です。半年後、1年後に成功している状態を目指してください。日々成功に向けて正しく進んでいる中では、確実にできるようになったこと、あるいは挑戦する前では知り得なかった知識が自分についていることに気づくはずです。初期は1週間に1度など定期的に自分の成長を振り返り、自分で自分の成長を確認し肯定していきましょう。このようにすると継続力は上がっていきます。4つ目、成果が出た方法に集中する。成果を出せたとしても、一度稼げただけではなく、それを繰り返していく必要があります。一度自分が成功した方法を把握し、その方法に集中することが大切です。例えば僕の場合、副業開始から3ヶ月目に1回の取引で利益10万円を生むことができました。僕はその中で、その高値売りができた商品をどのようにリサーチしたのか、どのようなページの作り込みで出品をし、どのようにお客様対応したのか、それを振り返りメモして、ひたすらその方法で商品を売っていました。これを繰り返すことで月に100万円まで一気に伸ばすことができました。結果が出せた案件は必ず共通点があります。それらどのような共通点があるのか、仮説を立てて検証していきましょう。それによって成功に近づくことができます。5つ目、成約率を上げる。最終的には成約率を上げることが重要です。どんな副業でも成約率を上げるためにやることは、お客様がなぜ自分の商品を買ってくれるのかを考えることです。これが分かっていれば成約率はどんどん上がっていきます。例えば僕がやっているブランド品の販売では、お客様からの問い合わせに迅速かつ丁寧に返信することで成約率を上げることができました。また適切なクーポンの活用なども有効です。成約率を上げる方法はビジネスによって異なりますが、これを極めることで効率的に高い収益を稼ぐことができます。最初は1品1万円のものを100個売って月に100万円を稼げなければならなかったものを、1品利益10万円のものを月に10個売って100万円稼ぐようになると、少ない労力と時間で高い収入を得ることができます。そして利益を上げていく中で、運営リーダーを雇って外注していくこともできます。そうすれば自分はさらに異なるビジネスに挑戦して収入の軸を立てたり、海外への仕入れも頻繁に行くことができます。それがさらに収益を大きくするという好循環を生んでいくこともできます。ちなみに僕は今現在、ブランド品の販売の事業を法人化し、東京を拠点に海外を飛び回りながら各国のブランドを仕入れ販売をしております。以上、会社員を辞めて副業で月収100万円達成するまでにやった5つのことをお話しさせていただきました。今回の動画が役に立ちましたら、ぜひ高評価をお願いします。この動画の感想や、こんな動画を作ってほしいとリクエストもありましたら、コメント欄でコメントいただけたら嬉しく思います。今後もブランド品販売で個人で稼ぐということをテーマに発信を続けていきますので、チャンネル登録とこの動画がいいねと思ったら高評価お願いいたします。また最後にプレゼントのお知らせになります。僕が実践したブランド品を使った稼ぎ方の方法をまとめた初心者入門マニュアル、こちらを下記概要欄の公式 LINE 登録していただいた方限定でプレゼントさせていただいておりますので、お気軽に下記概要欄の公式 LINE からご連絡いただけたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。